これから演習問題 3.5 の解説を始めます。問題はこれで、まずこちら側からやってきます。まずこちら、指数関数 i=ax の両辺の対数を取ると、私が示しました。で、次はこっちです。右を示します。こっちは、まあ、AB、あ、そっか。まあ、これが、成り立つんですけども、これ ABC が正の定数で、まあ、A が1じゃなくて C の1じゃないときに、まあ、これは成り立つので、まあ、今仮定より、まあ、E は1じゃない、 E は1じゃなくて、まあ、A も1じゃないとあるので、それにちょっと入れていきます。以上で 3.5 の解説を終わります。